何新から1607年は、中国秋代中期の天国家である。文法を継承しながら、天国を発展させ、新安医運派の階層となった。字は、出身、長教、郷は、雪行良三人、安紀元の人。南京に住んだ時、陰幕の階層とされる文法と私有の関係を結び、明光り井氏に天国することを学ぶ。官員への復興を唱える文法を、 よく継承し、伸びやかで古端のある作風を確立した。文法と名声が等しく、文、何と併称され、名詞がこぞって彼の印を買い求めた。何神は、文、法以上に、宿員や失名員を好んで告し、後進もこれに習った。また著書、俗学古編は我岡博氏の、学古編とともに、音学を志す者の,のバイブルとなった。何神の死後二十年。 丁元、丁白寄付氏により、何神戦が刊行される。何神の優れた天国芸術はやがて奇襲に一派を成した。この一派を、中国の陰学における二大流派の一つである、新安異運派と呼び、祖先、領、主観に加え、九四野とされるほど、水、王はじめ流ともえいそ、などの優れた天国家が育った。ちなみに、 もう一つの流派を西陰派という、修了校の印一つ手に何にしんの業績がよく伝えられている。ありがとうございます。